はいどうも、ミニマリストたけるです。本日の動画では20代会社員のリアルな生活費貯蓄事情を聞いてみたいと思います。それでは自己紹介お願いします。はい、はじめまして、名前は安藤と申します。で、年齢は27歳で会社員でメディア事業をやっています。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、まあ、今回はですね、20代のそして会社員の安藤さんの生活費だったりとか、まあ、リアルなお金事情をちょっと深掘っていこうかなと思います。で、まあ、実際お部屋見させてもらったんですけど、結構まあ物が少なく、はい、ちょっとミニマリストにも影響されてるそうでね。はい、はい、で、まあ、あと転職を何回かされて、まあ、年収がアップされたりとか、まあ、その辺のお金の使い方だったり転職事情だったりとかもいろいろ深掘っていきたいと思いますので、改めてお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあ早速生活費から見ていきたいと思うんですけども、2020年と2022年の比較ということで、まあ、今のお仕事とその前の前職のって感じですか、それとも結構フリーで動いてた時の今の仕事 の、のままですね。あ、前職は含まないです。そういうことですね、はい、じゃあだいぶ年収がアップしたんですね。そうですね、その会社の中で評価いただいたっていうことですね。はい、ありがとうございます。まあ、実際にこの2020年の、まあ、5年収が300万円台の時とこのあの年収600万円の時のちょっと生活費を比較していきながら、まあ、お金の使い方だったりとかリアルなお金事情をね深掘っていけたらと思います。で、早速ちょっとご収入から聞いていきたいんですけど、同じ職業でなんでこんなにも年収が違うのかみたいな。あ、はい、なるほどですね。で、一般のこれ会社だと、まあ、なんかありえないぐらい、パッと見ありえないぐらいの年収アップかなというふうに思うんですけれども、うんうん、今の会社自体の、まあ、体制、まあ、ありがたい、まあ、環境 で、うん、でやれること、自分がやれることを増やせば増やすほどしっかりとそれに見合った、報酬というのを支払ってくれる会社なので、ここまで上がっているというところですね。すごいですね。だって約倍じゃないですかそうですね、本当にありがたいですね、はい、それこそ、まあ、ちょっとね、はい、あの待ち合わせ場所からこのご自宅までの道中でちょっといろいろお話しさせていただいたんですけど、まあ、社長に気に入られるじゃないですけど、なるべく社長に近いポジションをなるべくみたいなお話あったじゃないですか。それはもう今の職場で結構そういうのを意識してきたんですか。そうですね、今までの、どんな職場にいたとしても、まずはその直上司じゃないですけど、そこの中でうまくこうもう取り入れって言ったらちょっと言葉はあれですけれども、うん、うまい立ち回りをすることによってより仕事がはかどるし、仕事がはかどればまあ喜んでくれるし、うん、じゃあお客さんも喜んでくれる、うん、はいはい、で結果的にじゃあ会社が潤う、なるほど、でそれで自分で給料がアップできるようなポジションに就きたいって交渉もできたりとか、うん、まあ、シニアップのきっかけは絶対そこから掴むことができるかなと思って、うん、もう仕事一点集中でやったっていうのがあります。すごいですね、はい、それこそ、まあ、この年収300万円台と600万円台でなんか仕事内容だったりとか、まあ、業務時間だったりとかは変わったりとかはしましたか。はい、業務時間に関しては、はい、むしろ好きでやってる部分もあるので、うんうん、むしろ伸びてますね。あ、なるほど、はい、まあ、それこそ社長に付きっきりだったりとか、はい、お休みの日に働いたりとかって感じですか。まあ、むしろなんか仕事を自分で考えて、まあ、作ってこんな仕事、うんうん、まあ、仕事って言ったらですけどこういうことができますよねとか、うんうん、でこれ今のやってる仕事を、仕組み化してじゃこの人にできるようにしたら、もっと今の、幅が広がるし、また新しいことできる時間が、っていう、なるほど、時間優先でこう結構こう生きてきたっていうのはあります。なるほど、時給換算ってよく、はいはいはい、いろんな方言われてると思うんですけど、本当にその通りで、最終的には自分の一流今いくらなのってそこで意識して働いていた結果が今につながってくるかなというふうに思います。だからどっちかっていうと、なんか上司から言われてやるっていうよりまず自分でクリエイティブでなんか想像しながら、うん、まあ、これちょっと売り上げにつながるんじゃないかとか、これやったら例えば生産性上がるんじゃないかみたいな、そのアイディア出しというか、いや、まさしくそれ自分楽しんでできるところが強みなのかなというふうに思って、想像力で生きてきましたということですね、はい、それはもう年収300万円台の時からやってきたのか、まあ、ちょっとなんかターニングポイントがあってきっかけがあって、まあ、上司からこれやってくれないかみたいな、なんかそういうきっかけみたいなどうだったんですか。むしろ社会人のスタートが職人、まあ、大工をやっていたと、こう来る時にもお話ししたんですけれども、うん、そういうところから例えば、まあ、自分の中で一つ型を教えてもらって、それができたらマイナーアップデートをしながら、まあ、自分のものにして、でなるべく工夫、創意工夫っていう部分では、うん、常に意識して、っていうのは何でかっていうと、自分のこう仕事、せっかく時間を使うんだったらより生産性高く、
むしろ自分が楽しくなるように作っていくのが、うん、今後ずっと仕事をしていく40年とか仕事をしていくんだったら楽しい方がいいよなというところが始まりです、うん、なるほどね、はい、どうせ働くなら、はい、まあ、自分がやりたいように好きなように楽しくなるようにいろいろ考えた結果今になってるみたいな。そうですね、だから最初は想像力もまだまだ、はい、情報知識の部分ではすごく、うん、なんだろう、まあ、未熟な部分があったんですけど、うん、だから将来具体的な未来は想像できなかった。ただ、うん、でもなんか今楽しくやってで仕事を糧にしてどんどん自分のやれることを増やしていく、そうした方がなんか生きやすくなるのかなと。でそれが今まさにそうだなというふうに思って、さらにじゃあ今何が足りないか、うん、いや情報が足りない、うん、でどこで得る本を読んだり YouTube 見たり、うん、で今 YouTube きっかけで、本あこんな本あるんだと、うん、で気になったら全部買って、うん、で勉強吸収してそれ試してっていうそれの繰り返しです。そういうことですね、はい、でも本当に夢がありますよね。同じ会社で、まあ、もちろん本人のいろいろ努力だったりというか行動もあったりとかはしますけど、もうねだって2年後に年収が2倍になってるっていうのは、まあ、結構まあ会社員でも頑張りがいがあるというか、まあ、いかに自分のこの会社で楽しくそして会社のために働けるかっていうのは結構大事っていう感じですね、はい、はい、ありがとうございます。まあ、ちょっとまたね後ほど転職の話も聞いていきたいと思うんですが、はい、まあ、まずね生活費紹介からお伺いしたいと思います、はい、固定費なんですけども、住居費が、以前は5万円だったところから今7万円というところで、まあ、これはどういった変化があったのかみたいなのはいかがですか。もともとシェアハウスとか、まあ、究極、まあ、実家でも暮らせるような、まあ、どこでも、まあ、住めますよというスタンスでやってるんですけれども、うん、とにかくじゃあ一人暮らしをするときに何を優先するかというところで、うん、会社へのアクセスの良さ、うん、どれだけ時間をこう節約できるか、はいはいはい、その一点 で、 なるほど。でただどこでも住めるっていう前提なんで、うん、むしろ物がなければどこでも広く住めるんじゃないかという発想のもと、はい、まあ、今の部屋が出来上がったというところですかね。そういうことですね、はい、今はじゃあもう食住接近でもう職場からもう徒歩数分みたいなところで、はい、で実際に、まあ、アクセス良くて家賃10万円切るみたいなのって東京ではなかなか難しいと思うんですけど、はい、それが実現できた理由みたいな、なんか前の家も結構ね23区内で家賃5万円だからすごいじゃないですか、はい、その辺はなんかどういうことを駆使してというか見つけたというのはありますか。もうあれですね、もう Google 先生の力をいかにこう使うかっていう、もうそこだけですね、はい、検索情報収集とそれを精査したり情報収集の力と情報を扱う力、もうそこをもうありがたいことに、はい、初めて携帯を持った時からだいたいこうその iPhone が出てで自由に検索したりっていうのができる世代なので、うん、そういった意味で常に何か気になったことを検索すると、でなんか東京23区内で安い場所みたいな検索して、はい、で、まあ、穴場みたいなの見つけたみたいな感じですか。あ、もうそうですね、もう統計、まあ、どこが例えば、渋谷区だったらどこが安い、新宿だったらここだとか、そういうのでもう全部もうピックアップしてって、そうかっていう、なるほどね、だからスーモとかだとなかなか出てこないから、あそうやっぱそういうのは Google とかで検索すると、そうです、ね、例えば前にお住まいの方とか東京で穴場見つけた方とか結構ブログとかいろいろなんか出てくるわけですね。なるほど、はい、ありがとうございます。で、この2020年のこの家賃5万円っていうのはシェアハウスだったってことですか。家賃5万円のここから一人暮らしがスタートしました。なるほど、鉄筋コンクリートのマンションで、はいはいはい、ここが4なんか実際の面積 4.5 畳ぐらいでした、はい、じゃあもうこの2020年も一人暮らしだし、ここも一人暮らしっていうところで、その前はまあシェアハウスだったりっていう感じですね。なるほど、はい、でまあベースとしてはどこでも住めるように、まあ、物も減らしたりとかっていう。あ、そうですね、はい、でここに来るときにちょっと 4.5 畳の部屋でちょっと物が多い印象で雑念が多かった、うん、でそれが元で何か仕事にロスが出てしまっていたっていう実感ができてたんで、じゃあもう引っ越しをして、リセットをするきっかけを強制的に作ろうと、その環境作り、環境で結構人って変わるっていうのはもう、まあ、よくよく実感した部分もあったんで、まあ、それを実際に行動に移したっていうのが5ヶ月前とかぐらいですね、はい、実際どうですか、ちょっと広くしてみて、で物も多分ちょっと減ってみたいな、はい、はい、いや今すごく、まあ、すっきりして、うん、例えばリアルで影響したところで言うと、仕事をこなすスピードが明らかに変わって速くなったっていうのは、決断能力、いるいらないの判断のスピードっていうところで、うん、はい、まあ、タスク処理に影響をか確実に及ぼしてるなと。ただそれって片付けたり実際にこう感じてみないと分からないことだったりすると思うので、うんうんうん、
ぜひちょっと皆さんも、ね、片付けをっていうところで、はい、なるほど、はい、まあ、物を減らすと決断力も上がるしパフォーマンスも上がるというところでありがとうございます、はい、ではではじゃあ続いて駐車場代とか、まあ、お車もお持ちでなく、はい、で借金とかもなく保険も入ってないと、はい、いはい、で通信費がですね、あの以前が1万円で今ゼロってなってるんですけど、一応スマホを持ってるじゃないですか、はい、あります、何が起こったのかなと思って、はい、はい、こちらですね、まあ、会社、今勤めていて、実際に Wi-Fi、ポケット Wi-Fi を支給していただいていたと。ほう、はい、それは0円で申し出していただいてた、うん、でプラスアルファで自分で携帯と自宅の回線を引いていたので、うん、前の1万円は携帯代プラス回線大体8000円ぐらい、楽天モバイルと楽天光、うん、で前の5万円の家賃のところで住んでたんで、うん、家賃プラス1万円みたいなところで、で今はテザリングで、あ、仕事これ、はい、回るじゃんというところで、あ、ひらめいて、あ、これテザリングで仕事済むので、うん、じゃあこのデータ代お願いしますと。おお、なるほど。で Wi-Fi 代の半分で済むっていうのが分かってるんで、うん、はい、いくら楽天モバイルありがたいけど、いくら使っても3000円ちょっと、なんで経費負担安くなります。うーん、もう会社にお願いしたって感じですか。そうです。おお、それはもう社長に直談判してちゃんと理由説明して。あ、そうです。なるほど、はい、そしたら会社の負担も少なくなるし、うん、でそれで回るんだったらいいですよねと。確かに確かに、はい、会社にとっても美味しいし、まあ、自分にとっても節約になるから美味しいし、あ、まあ、そこはうまく、まあ、社長に直談判したら通信費が0円になったということです、はい、いうことで、はい、この辺大きいですよね。はい、はい、本当に固定費は本当ににらめっこしましたね。うん、はい、で実際にあのテレビとかもなく、もう NHK 三大もゼロということで、はいはい、もうそれはあれですか、もうご実家出られて、まあ、シェアハウスはもしかしたらあったかもしれないですけど、一人暮らし始めた時とかもテレビずっとなかったんですか。あ、もうテレビはもうなくて大丈夫だなと、うん、まあ、むしろシェアハウスの時にテレビはまあ共通で見たければありましたし、ただ実際に使わないよなと、で YouTube でまあこと足りてしまう、むしろ YouTube で自分で好きなものを自分で選んで情報を取るっていうことがもう習慣になってたので、もうそもそも必要ないっていう選択肢ですね。なるほど、はい、続いて、サブスクですね、はい、昔に1800円で今1000円となっておりますが、この辺はどういった変化がありましたか。はい、昔前は、はい、まあ、iCloud、うん、まあ、iPhone、まあ、今 Android を使ってるんですけれども、うん、昔 iPhone を使っていて、まあ、iCloud で、うん、一番最大の MAX かな、一番最大のデータ容量っていうのでまず1300円、うんうんうん、で音楽アプリ Spotify、1000円、うんうん、で Amazon プライム、500円、昔はまあ3000円ですね、約で今は Amazon プライム変わらずの、あと Amazon ビデオストレージっていうので250円、うんうんうん、と今あの、まあ、勉強でメンタリスト DAIGO さんの D ラボの、うんうん、まあ、ライト会員っていうので300円で入っているっていうの で合計で1000円になってます。でサブスクリプションとして、まあ、映画ドラマ、うん、人生を豊かにしてくれるものかなというところで、再度ちょっと魅力が一回全部やめてスッキリしてるからこそあえてちょっと必要なのかなと。うん、あ、一回やめたんですね。一回なんか U-NEXT か何か入っててそれをやめてますね。なるほど、はい、結論サブスクは何をやめられたんですか。この、1800円分何をやめられたのかなと思って。あ、データ量ですね。あ、なるほど、はい、データ量が減って、1000円になったっていう感じですね。そうですね。うん、あ、じゃあそこまで必要なかったっていうところで、はい、そうですね。で、うんうんうん、あと、まあ、実際に写真に関しても例えば iCloud を使うより Amazon で、無制限で保存ができると。で少しじゃあ1300円から250円にデータ量としては変わったんですけど、それでこと足りてしまうと、そしたら毎月、まあ、浮くよねという単純なこう計算のもと。なるほど、はい、はい、ありがとうございます。では続いて習い事で、昔はゼロだけど今8800円となっているんですけど、はい、これはどういった変化があったんですか。はい、つい1ヶ月前にキックボクシングジムに入会しまして、うん、へえ、それは何でですか。はい、運動したいなと、純粋にひたすらにデスクワークで、体がちょっとなまっていた。で、ここ最近よく言われているというか、僕がこう取りに行ってる情報の中に多いのかわからないんですけれども、まあ、脳を鍛えるにはまあ運動と、もうちょっと能力、自分の能力開発っていう部分にちょっと興味が昔からあるので、その欲求を、自分の欲求を叶えようといった時にベストなのがキックボクシングだと。なるほど、はい、なんでキックボクシングに行き着いたのか。だって運動っていろいろあるじゃないですか、はい、ジムに行く、筋トレする、はい、まあ別にボルダリングでもスイミングでも、はい、なんでキックボクシングだったんですか。まず物をめちゃくちゃ減らした直後に思いついたということもあって、なるべく道具を使わなくて済むようなものがいいと、身一つでできるものがいいと、うんうんうん、
で、もともとずっと野球はやっていたんですけど、野球をするにあたって意外と道具が必要だったり、例えば集合場所に行ったりとか、雨だとできなかったり、不安定、安定した趣味を何か持ちたい。なるほど。で、室内のもの、はい、で、もともと大学は行ってないんですけれども、大学行ったとしたら、何か格闘技やりたいなと、まあ、まさしくキックボクシングやりたいなと、という、 こう思いが一周して、なるほど、でこのキックボクシングやってみようっていう選択肢になりましたというところですね、はいはい、ありがとうございます。という感じで、まあ、固定費は非常にシンプルで、住居費、そしてサブスク、習い事だけというところで、はい、続いて変動費に参りたいと思います。光熱費、電気ガス水道なんですけど、2020年は、電気が5000円、ガスが2000円、水道2000円ってなってるんですけど、まあ、2022年は、電気が4000円、ガスが3000円、水道が2000円ということで、まあ、この辺あんまり節約とかは意識はしないですか？むしろ、生活を豊かにするというか、心地よく過ごすために特に制限はかけてない。おお、なるほど。電気がちょっと減ってるのは、そもそも、電気使うものが減ったので、その分ごっそりなくなったって感じ。おお、そういうことですね、はい、消費電力だったりとか、はい、まあ、そういったものが必要なくなったと、はいはい、続いて食費に関しては、なんかすごいこれ大きな変化で、昔7万円で今10万円ってなってるんですけど、これはどういうことですか？はい、これは実は買ったもの、購入したものに関しては全てレシートを写真には撮っているんですけれども、これは動画に出演するってなった際に、9月分1ヶ月をそのまま計算して出したのが10万円だったと。なるほど。いうところだった。はい。これはあれですか、その普段自炊とか外食とか、あと何だろう、まあ、飲み会とかも全部含まれてってことですか？なんかどういう内訳でこの10万円が出てきたのかなと思って。この内訳に関しては、はい、まあ、食事、そもそも食事のルールとして、うん、自分の調子を高めてくれるものだったらもう全部オール OK と。で、そのルールのもと、飲み会含まれてないです。僕はちょっとお酒体質的にコロナをきっかけにちょっと飲めなくなってしまったので、まあ、それ飲み会でゼロ、うんうんうん、で、外食は時々ですね。なるほど。どうしてこんなに10万円そこがすごい謎で、もともと7万円で、はい、この時は、割と自炊多めって感じだったんですか、この2020年の7万円は。基本今は、そうですね、その時は自炊多め、昔食べたもので、まあ、今だとサラダ、果物、刺身、刺身が結構大きいかもしれないですね。まず食材に割とお金かけてるみたいな感じ。食材はお金かけてますね。なるほど。それは全然問題なく、まあ、めちゃくちゃこれエンゲル係数高めですけど、まあ、そこは、まあ、お金かけてもいい、まあ、パフォーマンス上げるとか健康のためっていうところで、はい、まあ、お酒もそんな飲むわけじゃないし、まあ、外食だったりとか、まあ、人となんか外食でなんか夕ご飯食べるとかそういうのじゃなくて、自炊食材で普段買う食材でここまで高いってことですか？そうですね。なるほど。とにかく、加工食品を一切っていうほど取らないような生活をしてる。なるほど。じゃあもうこれがずっとアベレージなんですね。このたまたまこの月だけ10万円バコンっていったっていうよりは、割と平均的にこの金額っていう。そうですね、1ヶ月同じようなこう同じこうルーティンで生活してきて、で体作りも始めたので、はいはい、さらに食べる量がちょっと増えたっていう。そういうことですね。なるほど。はい、はい、ありがとうございます。続いて、日用品に関しては減っていて、昔2万円今1万円というふうになっておりますが、この辺はどういった変化がありましたか？そこまで物を常日頃買っているってことはそんなにないんですけれども、時々例えば物を入れ替えたりとか、新しくこれ上位互換のものが出たからそれに変えてみようとかっていうのを1年12で割った数が大体このぐらいの数値だったということで。なるほど、そういうことですね、はい、で実際、まあ、今でも物かなり少なめだと思いますけど、はい、それこそ、まあ、ミニマリストに興味を持って物減らして、だいぶその物に関する支出とかが減ったと思いますか、実感として。直近で言うと一旦は増えてるんじゃないかなと。あ、そのアップデートとかで、ね、あ、そうです。でそこからはおっしゃる通りで、全然物を入れ替えたり、消耗したものを入れ替えたりとか、はいはいはい、っていうところで。なるほど。じゃあ最初だけ値段は上がったけど、はい、まあ、今だいぶ落ち着いてるってことですね、物に関する。はい、ありがとうございます。ではでは続いて、被覆費に関しては、昔が3000円今5000円というふうになっておりますが、はい、まあ、服にはちょっとお金かけるようになったかなって感じですか？これもアップデート費用終わった感じです。あ、なるほど、はい、まあ、今年とかはちょっとじゃあ費用高め、アップデート期間っていう。これ高めですね。なるほど、はい、じゃあもしかしたら来年とかまたちょっと減るかもしれないっていうところですね。ちょっと減るかもしれない。はい、ありがとうございます、はい、続いて美容費代が昔2000円今5000円ってなってますが、この辺はどういったあれですか？まあ、ホワイトニングだったりとか、まあ、脱毛を、やったので、それも本当1年とかで終わったらこのぐらいの金額
なるほど、という感じ、そういうことですね、平均の値ですね、うんうんうん、それこそまあ5年収も上がったからちょっとその辺はお金かけてもいいかなっていうところで支出が上がったっていう感じ。そうですね、とにかく時間を時間が削減できるものであればどんどん投資していく。なるほど。でこれが恒久的に続くんであればなおさらです、うん、はい、ありがとうございます、はい、で化粧品はゼロで、交通費が、まあ、昔ゼロで今2000円ってなってるんですけど、はい、はい、まあ、興味持ったことにどんどんチャレンジしていくっていう意味で、まあ、それを、まあ、会社内でやってきたと。で自分にもこうそれが波及して何かこう調べてたりとか、基本はお家大好きなので家にいることが、家にいて本読んだり動画でなんかこう見たりっていうことが多いんですけれども、ちょっと外に出ることが少し多くなったので、はい、ちょっと交通費アップって感じですね。ありがとうございます。続いて、まあ、交際費は、まあ、ほぼほぼ変わっておらず、まあ、1000円、はい、2000円っていうところで、はい、そうですね、割とそのくらいかなと、うんうん、はい、はい、で医療費は5000円っていうのはこれはなんか定期検診的なあれですか。あ、そうですね、歯のクリーニングとか、 あと皮膚科に行って薬もらったりとか、うんうん、なるほど、っていうところですね、はい、で書籍代が昔が3000円、今1万円というふうになっておりまして、はい、まあ、本にはかなりお金かけるようになったかなっていう。あ、そうですね、うん、で特に今、まあ、Kindle はもうすごくありがたくて、たくさんこう読む機会増えたかなっていうのと、うん、リアルな本も150冊ぐらい前持ってて、おう、で引っ越しする前5万円の家賃のところではその150冊丸々書籍紙の媒体としてあったので、それが結構圧迫してたので、なるほど、それをスキャンしてもらえる会社に全部送ってスキャンしたんすね。あ、もう全部データとして、でそれの受け取りがまだこれからなんですけど。なるほどっていう変化もありました、はい、そういうことですね、はい、まあ、この辺はじゃあ物理的なものじゃなくて、まあ、データとして管理していこうというところで、ありがとうございます、はい、で続いて趣味娯楽に関してはまあ変わらず2万円っていうところで、はい、はい、まあ、この辺は2年前と変わっておらず、内容は変わったけど金額は同じって感じなんですか。あ、そうですね、趣味娯楽、まあ、大体このくらいかなと、うん、なるほど、で、まあ、そうですね、はい、ありがとうございます。で自己投資もまあ3万円というところで、はい、この辺は自己投資とかはなんかどういう類の内訳なんですか、これは。これはまあ書籍とは別の何か情報量とか、うん、まあ、セミナーだったりとかって感じですか。セミナー、まあ、そうですね、何か、はい、興味持ったことに入れていく、まあ、予算としてこれぐらい取ってますよっていう感じですね、うんうんうん、なるほど、はいはい、ありがとうございますっていう感じで、まあ固定費と変動費は以上になりまして、はい、まあ、続いて生活費合計だったりとか毎月の預貯金だったりとかね、聞いていきたいと思うんですけども、はい、2020年の生活費合計が22万5800円ということで、まあ、手取り月収から差し引くと、まあ、預貯金が毎月5万円弱っていう感じですかね。はい、で、今現在2022年は、まあ、ざっくりですけど月収が50万円に対して生活費が27万7800円ということで、まあ、2020年よりかはまあ支出は増えてるけど、まあ、ご収入に比べたらだいぶじゃ生活水準はわりかしキープされてて、そうですね、で、はいはい、で毎月の預貯金がまあ22万弱というところで、結構がっつり預貯金にお金回してるみたいな感じ。あ、今はそうですね、とにかく自分の興味関心に向くとこ、何かやりたいことができた時にもうすぐに動けるように、それが動けない理由がお金になるって一番悲しいと思うので、それができるようにとりあえずは、まずはまあ貯めて、まあ、置いとくっていう今は選択肢ですけど、うん、なるほど、ね、はい、で投資にはお金は回してないってことなんですね、まあ、今そうですね、何か、まあ、あればと言いますか、何かもしかしたら明日も始めてるかもしれないですし、っていうそのレベルですね、はい、いつでも動けるような、なるほど、はい、まあ、とりあえず現金の方が、まあ、なんなら今日明日で行動するってなった時に、まあ、お金使えるから投資だとやっぱ時間もかかるしっていうところで、とりあえず現金が多めというか 100% って感じなんですね、はい、そうですね、自分 の、 今やっている、まあ、タスク仕事に全てちょっと今振りたいと、で投資お金について考えることを増やしてしまうと、多少なりともまあ少し今やってるタスクに影響が出てきてしまうんじゃないかなっていうこともあるので、なるほどなるほど、はい、はい、ありがとうございます。であとそうですね、気になるのは、まあね、いわゆるご年収が2倍に上がったけど、まあ、生活費自体はプラス5万円ぐらいで、まあ、そんな生活水準上がってないですけど、はい、まあ言ってみたら、まあ、ご年収がじゃあ2倍になったからちょっと贅沢しようかなとか遊びに行こうかなとか、うん、なんなら海外旅行行ってみようかなみたい な、はいはいはい、なんかそういうのはなかったですか。もう今むしろ贅沢してるなっていう感覚で、どの部分でですか。で、まず習い事あ、まあ、これはもう時間、まあ、お金むしろ少し、まあ、余裕が出てきたからこそそういう思考に切り替わったというか出てきた発想なのかなとも思いますし、今のこの6畳とキッチン2畳なんですけど、この部屋に、まあ、住み替える
もことができたのも、まあ、むしろすごいなんか贅沢ありがたいことだなと、うん、でっていうのも今現代でいつ仕事がなくなってもおかしくないと、うんうんうん、で明日仕事がなくなっても大丈夫なように生きていくことが大事なんじゃないかなというふうに思っていて、うんうんうん、でそうするといろいろこう情報を取って考えていった結果、まあ、今むしろまあ贅沢してるんじゃないかなと。なるほど、まあ、ありがたい状況、はい、状況みたいな感じなんですね、はい、で、まあ、実際に2020年は年間で65万円ほど貯蓄に回っていて、まあ、今現在2022年だと、はい、まあ、ざっくり年間で250万円以上は貯蓄できるかなというところ で、ね、はいはい、なのでまあ安藤さんの場合は結構まあ節約っていうよりかは、まあ、物減ってもちろんその消耗品だとかそういう支出は下がってるのかもしれないけど、まあ、5年収がアップして貯蓄率が増えたみたいな感じのイメージですね。はい、はい、ありがとうございます。ということで、生活費紹介は以上になりまして、続いてはですね、まあ、安藤さんのそのリアルなお金事情というところで、まあ、一問一答じゃないですけど、まあ、簡単なまたお金に関するインタビューしていきたいと思います。じゃあ改めて今のご職業からお願いします。職業は、まあ、会社員の中でも一応社内ベンチャーという形で、メディア事業の編集長という立場をやらせていただいていて、まあ、名前負けしないように今頑張ってます。はい、はい、ありがとうございます、はい、でおおよその5年収が600万円ぐらいというところで、はい、はい、じゃあ続いて、年収がアップしたところで、まあ、結構皆さん気になるのが貯蓄額だと思うんですけど、はい、今現在の累計の資産額貯蓄額はいくらぐらいですか。今、は300万円ですね。なるほど、はい、でこれはどれぐらいの期間で貯められたとかありますか。これは3年間です。おお、はい、すなわち3年前は0円だったと。なるほど、はい、そういうことですね、はい、それこそ、まあ、結構今の会社の前にも、まあ、フリーでそれこそいろいろ転々とというかいろんなお仕事されてきたわけじゃないですか。大工やったりとか、はい、あとなんかウーバーとかもね、やったりとかして、はい、結構稼いではきたけど、その時は結構まあ稼いではいたけど支出も多かったみたいな感じなんですか。はい、そうですね。なるほど、はい、割と浪費してたって感じですか。めちゃくちゃ浪費家でしたね。一時期、社会人出たてて何も知らなかった時は何でもかんでも興味持って使っちゃうので歯止めが効かなくてマイナス220っていうところまで行きました、ね、マイナス200万ってことですか。借金ってことですか。そういうことです。そういう時期もありました、はい、あ、そうなんですね、はい、それはどうしてそこまで行っちゃったんですか。まず、バイク乗ってみたい、じゃバイク買いました。でその時は真っさら、社会人出たで真っさらホワイトなんで、どこでも例えば額とか枠とかいろいろくれ、あるので、それはまあ全額使って借りることができないぐらいまで全部使ってっていう風な形でやってましたね。なるほど、はい、だから言ってみたら、まあ、そういう浪費時代もあって、はい、まあ、転職もしつつちょっとお金も整ってきたみたいな。そうですね、はい、まさしく。そうなんですね、はい、それこそ先ほど2020年の時に、まあ、生活費が20万円ちょっとだったわけですけど、はい、まあ、それより昔っていうのは生活費ってそれこそまあ30万とか40万とかいく時もあったって感じですか。そうですね、ありましたね、実際には。思い返してみると。じゃないと借金そこまで膨れ上がらないですもんね。そうですね、はい、あ、なるほど。じゃあ今のその借金はもう返済されてるって感じなんですか。あ、そうです、5年前に返済しました。なるほど、そういうことですね、はい、ありがとうございます。で、まあ、今は累計300万円あって、まあ3年前までゼロだったけども、この3年間で300万貯めたと、はい、で去年1年間ではどれぐらい貯蓄されたのかっていうのはどうですか。去年1年間は65万円ってところですかね。お、なるほど、はい、まあ、徐々に年間貯蓄額も増えていくかなって感じですか。そうすると、はい、はい、ありがとうございます。で金融商品は持っておらず、まあ、投資もしてないですもんね。はい、今現在は、はい、やってないですね、はい、で、まあ、現金 100% という感じで、はい、一番最初それこそ節約しようかなって思った理由だったりとかはありますか。まあ、節約しようかな、はい、これはまさしく、まあ、こう仕事をもっとできるようにしたいっていう、まあ、自分の能力身につけたい、で仕事に当たっていたと、でそこでより集中して取り組みたいっていうことだったり、もっと無駄なく成果を求めたいってなった時に、はい、職場は整ってきたと、でもお家に帰ったらなんかちょっと少し雑多な感じで集中できる環境じゃないなと、で家で仕事をするという機会も増えたので、うん、じゃあこれを機に家も整えていきたいなというところです。じゃあもうどちらかっていうと、まあ、お金面っていうよりかは仕事の効率化というか無駄を削ろうっていう思考のもと、そして家も無駄を削っていったら結果的に節約になったみたいな感じですね。はい、はい、続いて毎月の貯金額とかはどうやって決めたのかっていうのはどうですか。今だと20万円ちょっとは貯金されてるそうです。先取りなのか、はい、余ったら貯金に回るのかみたいな。これも普段実は細かいことがとてもまあ苦手な性格でして、で家計簿とかも、この動画に出るということをきっかけに、
まあ、1ヶ月分振り返って、計算してというような結果的にこうだったっていうので、なるほど、はい、なのでルールとしてはもう調子とか自分の気持ちを高めてくれるものにはまあもう使っても大丈夫だよと。でそれ以外に関して大事なことに使う反面、必要ないと判断したことには一銭も使わないようにしてます。だからまあ月によっては気分高めるところにお金は使うけど、まあ、月によっては使わないから、まあ、本当月々によって貯蓄に回る額が変動するみたいな感じですね、はい、そうですね。で、はい、もう毎日多分定点カメラとかつけてると毎日同じようなリズムで生活してるので、で結局じゃあ先月の1ヶ月分を測って先ほどあの紹介をしたんですけれども、大体このぐらいで収まってくるのかなっていう平均値ですね。へー、はい、そういうことですね。それこそ普段家計簿はじゃあつけてないみたいな感じですか？レシートとか決済画面を必ず写真に収め、データとして保存する、それだけルールにしてます。はい、取って振り返ることはないんですか？その合計金額が出てくるとか、はい、例えばカテゴリーごと、まあ、例えば食費がいくらみたいな、なんか振り返る毎月の支出管理みたいなしたりとかは、最初 1,2 ヶ月はやってたとか時々やるんですけど、今取るだけですか？今は取るだけになってますね。ただもうそれ以上ルール決めちゃうと、はい、嫌、気持ちがすごくこう嫌になっちゃうので、なるほど、それの方がもったいないな、そういうことですね。もしかしたらこれからやるかもしれないです、まあ、なるほど、まあ、でも本当思考とか時間も奪われるから、はい、どっちかっていうと、まあ、節約に思考を奪われるよりかは、まあ、仕事でがっつり稼い で、はい、で好きなことにお金を使うのが多分安藤さんにとって合ってるかなっていう感じですかね。そうですね、うん、で写真はデータはあるので、むしろやってもらうって選択肢もあるのかなっていう、データとか送って表として作ってもらうみたいな、そういうことも、まあ、できるのかなっていうふうに思ってます。はい、はい、ありがとうございます。続いて今現在の資産目標とかはあったりとかはしますか？今、計算は、まあ、先ほど言った通りそこまでしてないんですが、今のところ300あるので、まあ、次のステップとしては、まあ、500というところで到達して、うんうんうん、まずは貯蓄額がまず300っていうのも初めてですし、500いってももちろん初めてですし、そうなった時の自分の気持ちを知りたいという興味が、なるほど、興味関心の500万円と。あ、そうです、はい、続いてなんか生活防衛資金はいくらで考えてるのかみたいな、どうですか？はい、これは100万円あれば、例えば突如大怪我しちゃったとか、なんかちょっと病気で手術しなきゃいけない、そういった場面でも、まあ、ありがたいことに日本って、まあ、国民皆保険で、安く医療を受けられるというところで、100万円があればなんとか、まあ、1ヶ月とか何か急なことがあっても耐えられるのかなと。でそれ以外は、むしろ何か自分のやりたいことをやるための体力だったりとか、まあ、むしろ投資している方は投資に回したりということができるんじゃないのかなというラインで考えてます。はい、ありがとうございます。はい、続いての質問は、まあ、先ほど3年前2019年の時貯金ゼロってことだったんですけど、まあ、なんか資産推移みたいな感じを簡単に教えていただけたらと思います。はい、2019年からですね。そうですね、単純にゼロから、まあ、今の月28万年収で300ちょいのところで、まあ、65万円貯蓄になって、はい、2020年65万円で、次の年も同じく、まあ、2021年、まあ、65万円と、65万円増えて、はい、130万円になったということですね。あ、そうですね、130、はい、ですね。で次の年は結果的にその1年間だけなん でそこで130から330増えてますよと。なるほど、はい、ありがとうございます。はい、では続いて、安藤さんの家計管理とか家計簿のこだわりを改めてお願いします。はい、もうこれはもうシンプルにもう細かくルールを決めすぎずにもうシンプルにすること、なるほど、はい、もうシンプルイズザベストということで、はい、続いて、資産を貯めた具体的な方法を教えてください。まあ、ちょっと抽象的な感じになってしまうかもしれないんですけれども、もう必要なこと以外の支出を絞る、それだけでもう十分かと思います。はい、まあ、本当に必要なことってね、まあ、言ってみたらほんの少しの部分しかないから、もうそこだけ一点集中で他はもう余計なものを削れば自然に節約になると。はい、はい、続いて、物を減らして何が一番節約になりましたか？もうとにかくもう時間ですね、それに限ります。はい、はい、時間を生み出せたと。はい、はい、続いてお金がたまりだした一番の要因は？ここは引っ越しをして一から生活を見直したことです。なんかそれこそ家賃は高くなったけども、でもそれがきっかけで、まあ、物が減ったりとか時間が節約になって、はい、結構ガラッと変わったタイミングっていう。そうですね、頭もとてもすっきりしましたし、なるほど、行動もすごく、まあ、早くなった。で仕事も、こなす量を結果的に増やすことができた、うんうんうん、そこにつきます。はい、続いて軍資金作りに役立ったことはありますか？もうとにかくもう仕事を一点集中で、まあ、取り組んだことっていうのと、まあ、
目の前のことだけを一生懸命こなすのも大切ですけれども、この先のライフスタイルについても夢中になって、想像したりとかっていうことをしたことですね。お、はい、なるほど。まあでも本当未来にワクワクしながら仕事一生懸命して、はい、でがむしゃらになったらそれこそ余計なことにお金使わなくなりますもん、仕事に集中してる。本当本当それです、はい、そうで、まあ一応必要なところにお金を使うけどみたいな感じで、はい、ありがとうございます。続いて節約効果の後、節約やってよかった節約は何ですか？もうこれはもう職場の本当に近くに引っ越しをして、時間を節約したことですね、はい、やっぱこの食住接近ってね、よく聞くけどやっぱおすすめっていうね、はいはい、徒歩2分ですもんね。はい、そうですね、はい、めちゃくちゃ近い。上限はあると思うんですけど、はい、まあ僕はもうとにかく時間っていうところにフォーカスして節約してます、はい、なるほど。もうとにかく時間第一優先で節約してるということで、はい、ありがとうございます。続いて過去の失敗についても聞きたくて、昔浪費時代があったということで、はい、その原因を知りたいです。はい、これはもう特に、好奇心で今も生きてはいるんですが、今は想像力がついたのか、これを今これ行動したらこうなるよっていうのが分かってきてる、でも前は分からなかった。なるほど。だからどんどんもう何も失敗も成功もあったんですけど、どんどん、はい、もう突っ込んでったら、むしろ行動量の方が増えて足りなくなったと。なるほど、はい、完全なる勉強不足とも書いてありますね。はい、そうですね、勉強不足です、はい、ありがとうございます、はい、続いて今現在の生活費の反省点だったりとか、今後この辺の内訳支出を見直してみたいみたいなお考えとかプランとかはあったりとかはしますか？そうですね、今の物件が思った以上に収納の能力が高くて、広いので、そこに甘えている部分が多少はあるので、少しずつ、無理なく、整理していけたらなというふうには思ってますね。はい、はい、ありがとうございます。続いて、自分には不向きだった節約はありますか？とにかく光熱費気にしたりとか、安さだけ、職場のとかも関係なく、そこで住む場所を決めたり、この2点ですね、はいはい。光熱費気にしすぎるのもやっぱ神経使うし、ストレスだし、はいはい、安いとやっぱ時間効率も落ちるから、そういうの節約はちょっと向かなかったと。そうですね、アンペア下げすぎて、もう年中こうバッテリーブレーカー落として生活してたこともあるので、なるほど、だからこそ今のスタイルがあります。なるほど、はい、ありがとうございます。続いて、資産形成貯蓄していて辛かったことや大変だったお話とかはありますか？資産形成貯蓄を意識して、そこまでやっているわけではないんですけれども、辛くないルール作りができているからこそ貯まるようになったっていう、結果的に貯まるようになったってことなので、直近では大変だなとかそういうふうに思うことはないですね。なるほど、はい、でも言ってみたらしんどかったら続かないですもんね、節約とか貯蓄も。いや、もうルール作り、システム作り、それに限ると思います、はい、そうですね。だからもう今お金貯まってない場合は、自分にとってしんどいことをやってる可能性もあるから、その辺は辛くないルール作りから始めるのは結構おすすめそうですね。はい、はい、ありがとうございます。続いて、お金に苦労したエピソードはありますか？そうですね、何度か登場してますが、借金ですね、返済している最中と、もう限界ギリギリの生活をしながら生活してたので。なるほど、はい、それは借金が増えすぎて、節約しつつ頑張ってがむしゃらに働いてたみたいな感じなんですか？当時借金返済期間みたいなのって最初に借金って利子がどんどん積み重なっていってしまうので、まず一社一社交渉して止めてもらいました。まず増えるの、利子が増えるのを任意整理っていうのかね、はい、それで実際に自分でも電話して止めてもらって、でそれでも止まらないところは法律事務所に行ってもお願いして、法律事務所、法律事務所かみたいな感じ。そうですね、もう依頼して、交渉し代わりにやってもらって、とにかく、時間が経つにつれて増えていくっていうのは精神的ダメージが大きいので、確かに、まずそこから潰していって、なるほど、で月々いくら返すと。大事ですね、はい、あんまりその増えすぎた借金を鵜呑みにすることなく、まず止めて、はい、で止められなかったらちょっと会計事務所とか法律事務所行って、はい、ちょっと交渉みたいな、はい、やって、そっから返済するみたいな、はい、これが結構しんどかったっていう、はい、ところですね。これはちょっともう情けないって思いもありましたし。なるほど、でも実際にそこまでやって決めたんであれば、あともやるしかない。確かに、そこからなんかいろいろこう実は学んだこと意外とあったのかなというふうには今は思いますね。それこそじゃあ任意整理といいますか、やった後っていうのは、節約をがむしゃらに、もう生活費を極端に下げて返したのか、ガツガツ働いて稼ぎを上げて返したのか、またその両方なのかみたいな、どうですか？最初はとにかくもう返さなきゃいけないんで、生活費を削るっていう選択肢を取りました。なるほど、まずじゃあそっからなんですね、はい、ただ、はい、それだとちょっと
かなりしんどすぎて限界があると、うん、で食事も本当に切り詰めてやっててエネルギーも出ない状態で頑張ってて、うん、効率が悪いなって気づいて、そこからそもそも稼ぎを上げるとそれがクリアできていくんじゃないかっていう思考に変わって、そこから、まあ、今のところまでつながってきているっていうのはあるかもしれないです。それこそ、はい、ね、先ほど借金した時多分月で、はい、まあ多分今よりも多いみたいな感じの月もあるわけです、ね、30万何十万50万か分かんないですけど、何から削ったというか何を削ってよかったとかありますか、まあ、全体的に。全体的にですねまあそうですよね、そうですね、そうですよね、はい、うん、マックス月どれぐらいいったんですか、その生活費とか、まあ、確認してないかもしれないです、感覚値とかでもいいですけど、まあ、でも、まあ、50、60とかですかね。なるほど、じゃあ今の、まあ、下手したら2倍3倍っていう感じですね、はい、じゃあそれを、まあ、2分の1とか3分の1にどんどん削っていって、はい、で稼ぐようになったみたいな感じですね、はい、はい、ありがとうございます。ではではちょっと話戻しまして、今後のことの質問をしていきたいと思うんですけども、はい、まあ、これからね収入を増やすためにとか、まあ、副業を考えてるのかとか、まあ、その辺なんかお仕事お金収入に関しての目標とかあったりとかしますか。はい、そこに関しては、まあ、今現在、まあ、自分ができることを増やすとそれに見合った報酬をしっかりといただけるというありがたい環境にいるので、まあ、さらにそこに関しては、どんどん自分を成長させていって、まあ、もう可能な限りステップアップしていこうというところで思っているので、でただあと副業に関して何か自分で、例えば、ものづくりをして特許を取ってでそれで販売してみる経験は今はないのでやってみるのが面白そうだなっていう、なるほど、はいはい、考えてるわけですね。続いて、まあ、資産形成の目標とか夢とかはありますか。まあ、先ほどはねちょっと直近で500万円貯めたいなみたいなことはおっしゃってましたけど、はい、将来的に例えば1億貯めたいとか、はいはい、5000万円貯めてファイヤーしたいとか、はい、あ、まあ確かに仕事をファイヤーっていう考え方、まあ、仕事を、まあ、自分でこうしてもいいししなくてもいいしという状態を選べるのはすごいこの魅力だなとは思いますけど、まあ、今現時点のところからそこまでのこう動線っていうのはまだまあ見えてこないというか想像を及ばない部分ではあるので、とにかくまあ今の環境でどう、まあ、生き抜いていくかじゃないですけど、この自分のベースの生活今はある程度固まってきたのでそれを元にしてじゃあ収入をいくら増やすかっていうことにちょっと集中してやっていければなっていうふうに思います。はい、ありがとうございます。ということで、最後の質問は、昔のご自身に、まあ、できれば浪費時代 その50万、はい、60万使ってた時の、借金浪費生活してる頃の自分にもし何かアドバイスするとしたら、はい、なんて伝えたいとかはありますか。これはですねもう細かい出費の、はい、これ積み重ねほどちょっと怖いものはないと。なるほど、はい、はい、でなので、まあ、今は分からないかもしれないけど、まあ、よくよく考えて、まあ、計算してお金を使うようにしてほしいなというふうに思います、ね、でも大きい出費だったらね分かるわけじゃないですか、はい、あ大きい金額使ってるなみたいな。でもチリツモとかだと気づかなかったりとか、はい、そうですね、さっき、はい、どんなことに使ってましたかって多分言葉が詰まったのもそういうことで、はい、確かに本当に分かってない、はい、確かにそれほど怖いものないから、はい、まあ、ちゃんとそういう支出ね細かく把握しておこうよというところで、はい、はい、ありがとうございます。という感じで、まあ、僕からのインタビュー以上で最後動画のまとめとして安藤さんから視聴者さんにお伝えしたいメッセージとかはありますか。はい、まあ、先ほどのつい直近の話とつながってくると思うんですけれども、まあ、お金をまあ使った先で何を手に入れることができるのか、例えば気持ちだったりとか、じゃあご一緒に住んでるパートナーの方とのこう充実した時間だったりとかで、そうやってそういうところまで考えて使うお金っていうのはまあ経験として、まあ、一生涯生きる知恵として蓄えることができるんじゃないのかというふうに思っていて、そういったお金にはまあお金を使うために稼ぐすごくいいモチベーションになると思うので、それについてはすごくいいなと思っていて、でそれとは逆に、まあ、何も考えずに消耗してしまったお金、うん、はい、さっき僕もスラスラと何に使ったんですかって出てこないようなこと、はい、っていうのはもう記憶にすら残ってなくて、うん、今思い返して思い出せないっていうだけでもう少しちょっと悔しいっていう気持ちになったっていうのもあってね、個人的に何に使ったんだろうって気になりますけどそうですね、そう、なんならねその50万60万円の生活費から20万に減ったこの過程が知りたいと思いましたけど、はい、まあ、本人覚えてないからね。そうですね、はい、でまあ、なんでそういった損失感とか、まあ、最近自己嫌悪みたいな、はいはいはい、なりかねないので、なるほど、はい、まあ、気をつけた方がいいと、はい、他にも何かありますか。まあ、今の2つ言ったことと、まあ、使い方1つで、まあ、両極端の結果が生まれるがゆえにですね、まあ、せっかく時間と
労力、この自分のこう人生の時間を削って手に入れたお金なんで、まあ大切にこうもう本当人並みの言葉ですけど、使っていただきたいっていうのと、まあ、あの最近まあ学んだ、本当最近なんですけど、いろいろこう YouTube でも、もう無料で本当有料級の動画がこう見れるとありがたい時代になってますので、そういったところで、まあ、得たものの一つとして、特に若い、年齢が若ければ若いほど今あるお金は特にもう将来的に価値の高いものだよと、なんか複利投資の原則なんて言われてますけど、はいはい、そういったところでまずはもう本当自分を幸せにする使い方とは何かっていうのを、まあ、自問自答する時間、本当になんかもう本当皆さん忙しい中でなかなか時間取れなかったりとか、仕事しかしてない、気づいたら職場と家の往復だったっていうことはよく聞くんですけれども、もう可能な限り設けていくことで、まあ、自分をもう幸せにこうしながら、毎日楽しくこう生きていけるヒントになるんじゃないかなというふうに思ってますので、はいはい、そういったことを伝えたかったです。はい、ありがとうございます。ということで本日の動画は以上になります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。